国事行為とは日本国憲法上天皇が行うものとして規定されている行為である。いずれも内閣の助言と承認が必要で内閣がその責任を負うと規定されている。国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為を言う。いずれも内閣の助言と承認を要する帝国憲法での保湿が国務各大臣と 各大臣個別の行為とされていたのに対し、日本国憲法での助言と承認は、合議体である内閣が担う。なお、国事行為の委任行為そのものについては、国事行為に含むとする説と含まないとする説がある。天皇には、国事行為のほか生活上における純然たる私的な行為も、当然に認められる。これら私的行為については公金である、旧定費ではなく内定費が当てられる。 なお、国事行為として憲法に明記されたものではなく、純然たる私的行為とも言えない国会開会式への出席などについては公的行為として憲法上の位置づけに議論がある。閣議決定の書類は毎回閣議の後に天皇に届けられ、すべてに目を通し署名や応印を行う。その数は年間で約1000件になる。決裁は翌日以降に遅らせると、 政治への介入となるので、体調が悪くても執務を簡単に休むわけにはいかない。御用邸で西洋中や地方訪問中であっても、閣議が行われる日、金曜に当たると、内閣官房の職員が午後、新幹線や飛行機で書類を東京から持参し、御用邸やホテルの部屋で決済する、内閣総理大臣を任命する、第125代天皇秋人法律等の交付を、 行う秋人法律等の交付は、内閣より上帝された原本に、御名御事を加え、官報に載せることによってなされる。英典を授与する、秋人国事行為は、具体的には、以下の行為を指す。内閣総理大臣の任命は、国会の指名に基づいて行われる。内閣総理大臣の任命について定める、日本国憲法第6条には、内閣の助言と承認についての記述はないが、 内閣総理大臣の任命は、日本国憲法第3条の、国事に関するすべての行為に含まれるため内閣の助言と承認を要する。内閣総理大臣の任命については、日本国憲法第71条により、従前の内閣が助言と承認を行うことになる。最高裁判所長官の任命は、内閣の指名に基づいて行われる。日本国憲法第6条には、 内閣の助言と承認についての記述はないが、最高裁判所長官の任命についても、日本国憲法第3条の国事に関するすべての行為に含まれるため内閣の助言と承認を要する。最高裁判所長官の任命については、内閣は指名とともに助言、承認も行うことになる。交付の時期については、憲法改正については直ちに、 法律については議決の相上の日から30日以内に交付される。帝国憲法下では法令等の交付の方法について公式令が官報をもって不国しと定めていたが日本国憲法施行に伴い公式令が廃止されて以来交付の方法については法定されていない。最高裁判例は公式令廃止後の実際の取り扱いとしては法令の交付は 従前通り官報によってなされてきていることは、常述した通りであり、特に国家がこれに代わる、他の適当な方法をもって、法令の交付を行うものであることが明らかでない。限りは、法令の交付は、従前通り、官報をもってせられるものと解するのが、相当と判断しており、官報によることが先例となっている。国会召集の国事行為は、国会の会期を開始させるものであるから、 そもそも国会の会期に含まれない参議院の緊急集会はこれから除外される。憲法上、国会の召集について実質的決定権の所在を直接定めた明文規定は存在しないが、日本国憲法第7条や議員内閣制の建前から内閣に属するとされる。天皇の国事行為には衆議院の解散が明記されている。憲法上、 衆議院解散の実質的決定権の所在を直接定めた明文規定は存在しないが、日本国憲法第7条や議員内閣制などを根拠として内閣に属するとされる。衆議院解散は憲法第69条によって内閣不信任決議の可決、または内閣信任決議の否決によってのみ可能とする見解が存在する。 1948年12月23日の最初の解散では第7条と第69条に基づいて行われたが2回目以降は内閣不信任決議可決の有無にかかわらず第7条に基づいて解散をしている総選挙とは公職選挙法では衆議院議員総選挙を指し参議院議員通常選挙のことは指さないしかし本条では 国会議員の総選挙として、参議院議員通常選挙の公示も含まれており、憲法七条においては、総選挙は、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常、選挙を含んでいる。なお、国政選挙における、補欠選挙では公示ではなく、告示が行われ、告示は、各の都道府県の選挙管理委員会が、行う、認証官の人間及び全権委任状及び大使、及び、 公私の信任状について認証する。認証官のうち国務大臣の任命については、憲法上に規定があり、内閣総理大臣が任命した後に天皇がこれを認証する。全権委任状及び大使及び、公私の信任状の発給権限は内閣に属する。御社の決定権は内閣に属する。英典の授与を行う。天皇によって授与される英典には、諸君や文化勲章などがある。 憲法上、英典の授与の実質的決定権の所在を直接定めた明文規定はないが、日本国憲法第7条や行政権の主体であることなどを根拠として内閣に属するものとされる。英典の授与はいかなる特権も伴わない。英典の授与は現にこれを有し、または将来これを受ける者の,の一代に限り、その効力を有する。 なお、憲法第7条第7号の規定は、天皇以外の機関によって授与される英典を設けることを禁じるものではない。批准者など外交文書の認証を行う、法律に定める、その他の外交文書として、外国の領事館に交付する、認可状の認証に関する法律による外国の領事館に交付する、認可状がある、中日大使に対する、 新人情報定式の虚構が代表霊国賓としての外国元首への会見などは国事行為でなく公的行為と位置づけられている。本条の儀式は天皇が主催して行う国家的性格を持つ儀式を言う。これに対しては他人が主催する儀式への参列もこれに含むとする反対説もある。本条の儀式としては天皇の即位に伴う即位の礼。 天皇の法御に伴う、体操の礼、新年祝賀の儀などの国家的儀式等が挙げられ、日本国憲法第20条第3項に基づき宗教的式祭は排除されるとともに、費用は公金である、休定費から支出されている。一方、厳史祭や恒例祭など、皇室の指示で行われるものは、純然たる私的行為であり、皇室の進行方法に基づいて行われても、 憲法上の疑義は生じず、費用もお手元金である内定費で賄われている。天皇の大位等に関する皇室天板特例法に基づく、憲政史上初となる、第125代天皇、秋人の大位に伴う、大位の礼や、文人新皇の立公使に伴う、立公使の礼も、国事行為として位置づけられる。なお皇太子、成人新皇と、大和田子の結婚の儀のように、 皇太子の結婚関連儀式の一部が国事行為として扱われ、事前の国会では国事行為扱いが適切かについて野党より質問があった。国事行為臨時代行に対する国事に関する行為を委任して臨時に代行させる胸の直所を交付する行為と国事に関する行為の委任を解除する胸の直所を交付する事態は天皇の国事行為と考えられている。ただし、 国事行為の委任については、国事行為に含まれないとする見方もある。国事行為は、内閣の助言と承認に基づかなければならず、内閣が国事行為の責任を負う。条文の文言上は、国事行為に先立つ助言と国事行為の事後の行為である承認の二つの行為が必要とも考えられる。しかし、およそ国事行為は、内閣の意思に基づいて行われるとの趣旨であると見て、 両者を統一的に捉え、助言と承認それぞれ別の閣議に基づく必要はないと見るのが一般的であり、実際上もそのような取り扱いがされている。国事行為について天皇が国政に関する権能を有しないとすると、内閣の助言と承認は、国事行為との関係でいかなる意味を有するのか、具体的には内閣の助言と承認に従うというのは、 国事行為の実質的決定権の所在が内閣にあると理解するのか内閣の助言と承認自体も形式的なものなのかが問題となる。このような問題が生じるのは国事行為の中にはその実質的決定権の所在について憲法上名分がないものがあったり内閣以外に実質的決定権があったりするにもかかわらず条文上は 内閣の助言と承認に従うことになっているためである。本来的形式説天皇の告示行為は本来的に形式的、儀礼的、名目的なもので内閣の助言と承認についても実質的決定権を含むものではない。内閣総理大臣の任命の実質的決定権については国会にあり、このことから見てもそもそも内閣の助言と承認には 実質的決定権を含むものではないという。なお、内閣の助言と承認には、実質的決定権は含まれないと考える場合、国会の召集や衆議院の解散など、実質的決定権の所在について、憲法条明文がないものについて、実質的決定権の所在の根拠を、憲法第7条とは別の根拠に求めて確定する、必要がある。 例えば国会の召集権については内閣にあるものと考えられているが、内閣の助言と承認には実質的決定権を含まないとすると、歴史的に見て内閣に帰属してきたという遠隔や、日本国憲法第53条の類推などに実質的決定権の根拠を求めることになるが、ドイツのように自立召集制を採用している国もあり、これらの理由は内閣に、 召集の実質的決定権を認める根拠としては弱いとされる。結果的形式説天皇の告示行為は本来的には必ずしも形式的、儀礼的、名目的なものではないが内閣の助言と承認には実質的決定権が含まれており内閣の助言と承認に基づいて行われることから結果的に天皇の告示行為は形式的、儀礼的なものとなる。 国事行為が本来的に形式的、名目的な行為であるなら、これに対して内閣の助言や承認を必要とすることは無意味であり、また本来的形式説のように考えるのであれば4条と3条の規定は順序が逆になるはずであるという。宮沢敏義は内閣の助言と承認は内閣に実質的な決定の余地がある場合に限るとし、国会の指名に基づく。 内閣総理大臣の任命や内閣総理大臣の専権に属する国務大臣の任命については不要と見ていた。しかし、日本国憲法第3条の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要という分離解釈との整合性の点で問題があるとされ、結果的形式説からも近年はこのような立場は取られず、 内閣の助言と承認は全ての国事行為に必要とされるが内閣の助言と承認は国事行為の種類ごとに憲法、法律に規定に服しながら行われるのであり内閣の実質的決定権の裁量には国事行為の種類によって公共の幅があるものと解釈されている天皇の国事行為について内閣は責任を負うこの日本国憲法第3条に定める 国事行為についての内閣の責任及び日本国憲法第4条に定める政治的諸関係からの厳格な隔離の結果として天皇は政治的に無党席となる。この内閣の責任の性質は天皇の国事行為についての第一責任ではなく助言と承認を行ったことについての内閣の自己責任である。また内閣の責任の相手方は国民であり、 直接的には国民を代表する国会に対して政治的責任を負う。日本国憲法第4条は、天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権労を有しない。と規定しているが、上記に掲げた日本国憲法上の国事行為には国会の召集や衆議院の解散など政治的機能に対して行うものがある。この点につき、 憲法草案の審議の過程では、天皇の意思が政治的決定に影響を及ぼすことも考えられ、第四条の趣旨につき、国事行為の他は国政に関する権能を有しないと、解する見解もあった。このような解釈は、第四条の文言からは無理とされており、国事行為を行う場合か否かを問わず、国政に関する権能を有しないと解する見解が、支配的である。 内閣法制局は衆議院内閣委員会での答弁で一家の見解を示している。なお、天皇の政治的無党籍は象徴としての地位に内在するものではなく、日本国憲法第3条に定める国事行為についての内閣の責任と日本国憲法第4条に定める政治的諸関係からの厳格な隔離から導き出されるものと解されている。詳細は 国事行為臨時代行を参照公室典半の定めるところによって接生が置かれている場合、接生は天皇の何においてその国事に関する行為を行う。また、天皇に精神もしくは体の疾患、または事故で国事行為が遂行できない場合は国事行為臨時代行に国事行為を委任できる。国会における政府答弁では憲法第四条第二項に規定される。 国事行為臨時代行への委任も国事行為に含まれるとしている。ありがとうございます。